解説図、上から順にリット、タ、ペーパー、ロシソルベントフロント、溶媒先端、ソルベント、溶媒ペーパークロマトグラフィー、または、紙クロマトグラフィーは、ロシを用いる簡単なクロマトグラフィーである。ロシの下端から数センチのところに、キャピラリーでサンプルをスポットし、水やアルコール類などの溶媒を用いて展開する。そこに発色試薬を噴霧するなどして、 スポットが見えるようにする。原理などは、白装クロマトグラフィーと同じだが、展開に時間がかかり、あまり使われない。ただし、紙でできているので、分離したスポットの部分を切り抜いて抽出し、他の実験に使うということもできる。展開方法によって、上昇法、加工法、二次元展開、多重展開など様々な方法がある。 露子を構成するセルロース自身が吸着剤、単体として優れており、特に水を移動しようとする分配クロマトグラフィーにおいて、浸水性物質を容易確実に分離することができる。また、それ自身が溶剤の染み込む猛管を持ち、TLC 法のガラス板に相当する支持体が不要で、プレート状の固定性として独立している、腰紙の機械的な特性。 切り取りや折り曲げが可能な便利さがある。アミノ酸その他の浸水性物質について、水を固定症とする分配クロマトグラフィーを行う場合には、性能や再現性が良好である。ありがとうございます。